セオドライトは水平面、垂直面における角度を測定するための精密光学計器である。セオドライトの原理性順番の上で直行する水平軸と延直軸の二軸により保持された望遠鏡、測量基準点の垂直上に機械を据え付けるための急進望遠鏡二軸の角度を表示する部分などから構成されている。用途、基本的な原理や構造はトランシットと 同じあり、望遠鏡によって未順した二つの目標間の延直角度と水平角度を表示する。角度の表示には、軸に直結した分度盤メモリを固定された複写メモリで読み取る、バーニア式、バーニア式を望遠鏡視野内に表示する、光学式、精密分度盤に印字された数値を光学的に拡大して表示する、マイクロメーター式、 液晶ディスプレイに水平角度と延直角度を同時に数字表示するデジタル式などがあり、現在日本で製造されるものはデジタル式が主流になっている。マイクロメーター式セオドライト初期のものはヨーロッパでセオドライトと証拠されていて望遠鏡は精度を重んじて数十度起伏するのみで水平回転しないものであった。日本ではこれを訳して敬意と証拠していたが、 アメリカで精度よりも使いやすさを重視して望遠鏡が水平回転するものが作られるようになり、これをトランシットと証拠するようになった。その後、製造技術が進歩してセオドライトもトランシットも360度水平回転するものが一般的になった。日本では過去に比較的に低精度で安価な機種、または角度をバーニア読みするものを トランシット、比較的に高精度な機種、または角度をマイクロメーター読みするものをセオドライトと証拠する向きもあったが、現在では ISO17123 から3でもセオドライトという語が当てられており、公共測量に係る作業規定の順則においてもセオドライトという呼称が用いられている。使用中の最新式トップコン製。 セオドライト1990年頃からは望遠鏡で始巡した点に向けて可視光レーザーを照射して一人で積み出しや定割設置作業ができる機種、高波速競技を内蔵して1000メートル程度以下の距離測定や飛行測定も可能な機種が発売されており、トータルステーションに近い機能を有しているが、トータルステーションよりは精度が低く、 自動始順のほか遠隔操作や計測値転送機能は有しておらず、取り扱いが簡単で価格も安いので、比較的に小規模な土木現場や建築現場で多用されている。望遠鏡倍率は日本製では30倍が一般的であるが、性能的に50メートル程度以下の短距離で用いられることが多いかしくレーザー照射や即居機能を有する機種では26倍が多い。 ありがとうございます。